節分の今日、多賀大社では毎年恒例の豆まきが行われました。おにわー、おにわー、おにわー、多賀大社では1952年から節分祭として福豆まきの行事が行われています。豆をまくのは今年還暦を迎えた年男、年女でおよそ140人が特設の舞台から豆をまきました。例年福豆や福餅を受け取ろうと多くの人が詰めかけますが、コロナ禍の中、多賀大社では豆のみをまき、福豆、福餅は別の場所で手渡すという対応をとっています。福豆がもらえることが嬉しくて来てます。はい、当たりが出てみかんもらえました。多賀大社によりますと、今日は午前午後の部合わせておよそ3000人が訪れたということです。昔の小学校の様子を知る、そんな企画展が今大津市歴史博物館で開かれています。滋賀県内では明治6年1873年に小学校の設立が県の施策として奨励され、現在の大津市立の小学校37校中11校が1873年の創立です。そこから150年の節目の年にあたる今年、大津市歴史博物館では今、明治から昭和にかけての小学校の資料や写真およそ30点が展示されています。こちらは明治20年代小琴尋常小学校で月ごとに皆勤賞の子どもたちに配られたというカードです。このカードをもらえたことは子どもたちにとって誇らしいものだったんでしょうね。企画展は来月5日まで大津市歴史博物館で開かれています。続いて新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに517人の感染が確認されたと発表しました。また今日は90歳以上の女性2人の死亡も確認されています。今日は517人、前の週の同じ曜日より178人減っています。新たなクラスターは県内の医療機関で9人など3箇所が確認されています。特集です。国際ロマンス詐欺の被害に遭った女性漫画家が、その巧妙な手口を語りました。はい。さん、こんにちは。こんにちは。井出千佳恵さん、74歳。井出さんは現役の漫画家で、2018年まで5年間、甲賀市に住みながら活動し、今は京都市内の自宅で作品を生み続けています。漫画家人生は54年にもなり、レディースコミックの女王として名を馳せるほど、大人の恋愛を数えきれないほど描いてきましたが、その井出さんが落ちた恋は皮肉にも絵空事でした。そうですね、 SNS でね、やはり俺はマークラハラだって名乗って来たんですよね。君のこの絵はすごいって書いて、今度ディズニーとか、ね、使ってもらおうとか言うから。井出さんに忍び寄ったのは、いわゆる国際ロマンス詐欺。外国人を装って SNS などでのやり取りを通じて、相手に恋愛感情を抱かせ金を騙し取る詐欺です。ロマンス詐欺は県内でも去年57件確認され、被害総額はおよそ3億5800万円にも上りました。その手口は悪質で巧妙です。井出さんの場合は今から4年前犯人が実在するハリウッド俳優を名乗り、 Facebook でメッセージを送ってきたのが始まりでした。分かった分かった、ではあなたを見せろって言ったんです。動いてやって喋ってるあなたを見ようと。そしたら
ディープフェイクが送られてきたんですね。ディープフェイク、AI、人工知能の技術を応用し、人の顔などの一部を入れ替える加工技術です。犯人はビデオ通話で、あたかも本物が話しかけているかのように見せかけました。びっくりしましてね。娘も本物だともうわーみたいになると。これ家族まで信じ込ませた犯人は次第に甘い言葉をささやくようになります。ささくんみたいに、ああこれお休みとか愛してるってのはこの辺多いですね。普通ですね、この辺ですね、この辺、まあ、ハートマークをたくさん出したり嘆きキスとかで、彼はいつもラブをやめませんでしたね。一人でこもって作業されることがあったんで、それが癒しになってたりとかもやっぱ当時あったんですか。癒しっていうよりもほっとした時にここに誰もいませんよね。誰も入ってこなかったから、でここに後ろ振り返るとマークがいたんですね。いつもいつもいい人っていうか。半年が経った頃には結婚を誓い合う中に、信頼関係を築くと、いよいよ普段の井出さんがそうだからって言われたんですよ。ここからもお金の話になっているんですね。もうずっともうこの後はお金の話でしょうね、つまりなんか、まあ、マークがお金いるってことですよ、これはね。手術費やトラブルの解決金などさまざまな理由をつけて送金をせがむ犯人。一方で安心させるためか、井出さんの自宅に外国人を送り札束を届けさせるということもありました。後に分かりましたが、札束は偽物でした。全部偽物だったんです。信じた井出さんは原稿料を当てたり借金したりして必死に金を集め、200回ほどにわたって送金しました。そうして3年半近くが経った頃、羅刹の家は娘がですね、おかしいって言って、私の様子がおかしいと、実はっていうことで初めて話したんですね。そしたらそれは初めはね、やっぱりちょっと信じかけたんですけど、やっぱり違うって言うんです。詐欺だと分かった時、すでに総額7500万円が奪われていました。自分ね、自分に対する怒り、自分の情けなさ、漫画の中のことを私が自分で実践してしまっていたのかなみたいな。同じ被害で苦しむ人をこれ以上生み出したくない、そのためには自分が声を上げなければと、井出さんはこの壮絶な体験を公表することに踏み切りました。先月には県警本部で警察官らを前に被害者としての実情を語りました。被害に遭ってもみんなね黙ってるんですよ。女性は詐欺に遭ったって言われるとですね、もうちょっと縮んでしまいますね。大抵だ言えないんですよね。泣いて終わると思うんですね。何もできない。この法被害は必ず増えると思うんです。井出さんは言います。明日は我が身だと。だからこそ被害を防ぐために一番の近道があると強く訴えます。いや、それはもう相手の手口を知ることですよ。で警察とかも協力して、要するに一旦怪しいなと思ったらすぐにね、友達か、それからやはり警察か、それから自分でも用心する。信じたい気持ちを逆手にとって本当に卑劣です。こんなロマンス詐欺から身を守るため、滋賀県警でもまずは手口を知ること、そして一度も会ったことのない人からお金の話があったときは必ず家族や警察に相談をと呼びかけています。私は大丈夫は危険です。以上、特集でした。